万福寺内の梅茶道千茶道は茶道の一種である。粉末の茶である抹茶を用いる抹茶道とは異なり、旧須等を用いて千茶や玉露などの茶葉を用いるのが千茶道である。日本における千茶道の開祖は江戸時代初期に全州の一つである大爆州を開いた人間流起とされている。このことから現在も全日本千茶道連盟の事務局は 京都の大幕山満腹寺内に置かれ、同連盟の会長は、満腹寺の館長が兼務することが、習わしとなっている。18世紀、茶道の世界において形式化が進みつつあったことへの、反発に加え、煎茶自体が当時最新の中国文化であったことなどから、形式にとらわれずに煎茶を飲みながら、生壇を交わす、いわゆる煎茶趣味が、文人の間で急速に広まった。 中でも、バイサオキナと呼ばれる貴人の禅僧は、同志服を着て、簡単な茶道具を持ち、京都の各所で定価を定めず、煎茶を教師評判となった。茶の湯がわびを重んじたのに対し、バイサオキナをはじめとする、煎茶愛好者たちは、古代中国の隠遁する賢人のような自由と、精神の気高さを表す風流を重んじた。しかしバイサオキナの死後、煎茶道はその弟子たちによって、 茶道具に対する崇拝、血統、体系化された儀礼、独自の作法や美意識といった形式に支配され、カルト化していった。この動きの中で、主により美味しいお茶を味わうための技術を追求する、目的に加え茶道の流儀などを参考とし、一定の形式や礼法を定めた、総称派と呼ばれる一派も生まれる。こうした伝統の出現により、茶の栽培や、 加工製茶業が発展し、煎茶は江戸や京都、大阪を中心に上流階級に広く普及した。その後、明治、大正期の文明開化の流れの中で西洋文化がもてはやされたことから中国文化に由来する煎茶道は一時衰退を余儀なくされるが、昭和に入り煎茶道を復興しようとする動きが各地で盛んとなり、1956年には、 全日本戦茶道連盟が設立される。1960から1970年代には、戦茶道は一時流星を迎える。戦茶の大衆化が進むにつれ戦茶道への関心が薄れた時期があったが、現在、日本茶、緑茶のブーム再燃とともに、戦茶道の動きが再び活発化しつつある。2017年現在、 全日本戦車道連盟には36の流派が加盟しているほか、連盟に非加盟の小流派も多数存在する。いわゆる三千屋が支配的な地位を占める作道と異なり、必ずしも世襲による家元制度を取らない。戦車道においては多数の小流派が存在する。戦車道で使用される主な道具には以下のようなものがある。ただし実際には同じ道具であっても、 流派によって故障が全く異なる場合が多数見られる。逆に同じ名称ながら流派によって実際には違う道具のことを指す場合も少なくないため故障には注意が必要である。ありがとうございます。